そうですか。で、うん、ねえ、ヤトさんがまさかライブ中に私の救援物資見せると思ってなかったですね。ミサちゃん大丈夫かな。ああ、大丈夫です。今ちょっと保健所来るの待ってるんですけど、なかなか来なくて。え、今日ね、何日目なんですか、コロナがかかって。3日になったんですよ。3日になった。ああ、1月3日。4日ぐらいですかね。うん、ほんなあと、もうあと3日ぐらいで、明けるね、コロナ。もう、なんも体調が変化せんかったら。けどね、なんか私持ってるから、ね、ちょっと心配なんですよ。ああ、うん。でもやっと喋れるまで回復できたんで。うん、ああ。チャットはしてないですか？チャットなんかあの。配信？配信は。だいぶね、ちょっとしてましたけど、昨日やってないですね。うん、ああ。だからうん、うん、結構もうきついんやろうなと思って、うん、めちゃくちゃきついですよ。うんねえ、うん、初めてなったし。ああ、もう注射を打ったんですか、コロナワクチン。いやワクチン打ってないんですよ。打ってなくて、だけどよかったですよ、その大差がなくて。あ、でもちょっとまたね、後遺症残ってるんですよ。なんかまだ胸がチクチクあちこち痛くなってきたりとかするんで。うん、なんか後遺症の方がひどい人も多いらしいですよ。で、頭も痛いので。あ、コロナ治ってもなんか後遺症でね、半年1年ぐらいかかる人もいるとか。そう、気ぃつけなきませんよ。そう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 、うん、うん、まあでも、うん、サラッシュには外に元気で出れるかなと思うんですけど。またね、あの体調良くなったら、エラさんがまたあの動画出てくれ言ってましたよ、うん、最近。そうなんですよ。この新年会来てくれんが寂しがとったと。あ、新年会来ましたよ。あ、新年会ちゃう、あの年越し。ああ、年越し、ね、あ、新年会は行ったんですか、エラさんのやつ。年越しはちょっと私もあの枚方に行かなかったから行けなかったんですよ。あ、もう新年会行ったんですか。新年会はちょっとだけお邪魔して、うん、もう昼過ぎまでバーの人たちと昼ぐらいまで行ってたんで、1日の昼まで。うん、うん、うん、でそっからこっちに帰ってきて、うん、でそれからあれなんですけどね、あの、うん、いろいろとエラちゃんとこ行ったりとかして、うん、で次の日にちょっと、じゃあ次の日がおかしかったんですかね、体調とかが。うん、うん、あ、でも絶対コロナやと思って、うん、病院に救急車で運んばれたんですよ。うん、ああ相当じゃあきつかったね。うん、使って、うん、帰りもちょっと親に迎えに送ってもらって。ああ、うん、そっからもうめちゃくちゃきつかった。今もちょっとまだきついんですけどね。うん、うん、うん、まだ体調良くなったらみんな飲まなあかんね。そう、体調良くなったらちょっとみんなでね、うん、ちょっと集まって、うん、集まりましょう。こ、うん、の前ジンシンさんの一家ですか、うん、あのミサちゃん、ジンシンさんの忘年会、俺行ってなかったけど。あ、行きましたよ。うん、あの時僕も行って、うん、うん、ちょっと行きました。用事があって行かれんかった、うん、そう、あ、言うてましたわ、ジンシンさんが、うん、ヤトさんちょっと用事があって無理やったわ言うて、ちょっと重なって思ったんですか。うん、見たですね、うん、あの墨の絵のアコでしょ、うん、うん、墨の絵かな、墨吉か、うん、そうそうそう、うん、まあでもまたお会いしましょうよ、ね、私が元気になりましたら、ね、うん、ミサちゃん元気になったらまたね。ミサちゃんまた動画撮らしてなお前お酒はどうなん、ミサちゃん。もうお酒は今飲んでないやんね、全く、まあ、全く飲んでない。うん、そやね。もらってもなんか、うん、あの一口程度ぐらいしか飲んでないですもん。ああ、うん、うん、そっからもういいわと思って、うん、でもそれからじゃ分かりですけどね。うん、今度あのミサちゃん、あの秀政さんとね、ミサちゃんのダイエット動画撮ってくださいよ、2人で
いやー、ひでまさんも痩せる、僕も痩せなあかん、ほんまね。でもね、やっぱ飲食控えないと絶対痩せないんで、だから分かってんねんけど痩せれないです。ひでまさんも痩せた男前なんねんかな。いやミサちゃんもべっぴんさんなんねんから、今もべっぴんさんやけど。そう、ミサちゃん今も綺麗やけど、うん、え、いやー、僕はもうバック太りしたからね、あの西成に来てこう飲み食いするようになってから急激にやっぱボツなったんで、うん、節制しないとあかんのはあかんねんけど、まあ楽しいからついついはしごするじゃないですか、どうしても。わかります。でいろんなとこ飲んで食って、ね、興味なんかいろんなもん注文してしまいますよね。そう、また美沙ちゃん、あの何まで飲んで、ラッキーセブンかなんか、どこやった、あ、ラッキーセブンっすね、ラッキーセブン行かなかったね、うん、そう、ラッキーセブン。美沙ちゃんめっちゃ歌うまかったね、あの時。歌うまかった、うん、歌詞なれるんじゃん、うん、ラッキーセブン、また行きましょう、うん、ラッキーセブンあそこ安いし、よかった、うん、うん、また行きましょう、スミレで飲んでね、スミレ終わってラッキーセブンは近いし、うん、また行きましょう、いろんなとこ。うん、だからミサちゃんの体調がね、もう、うん、みんなで、だけど沖縄行きたいね。ああ、行ってみたいですか。G-Shin さん、そう、 G-Shin の実家行こうや、 G-Shin の実家にみんなで突して、うん、突撃しようや、止めて言うて、本人にちょっと言うときますわ、みんなで行きたい言うて、ほんまや、 G-Shin の実家行こうや、言っときましょうか、ね、言っとってくださいよ、また、うん、沖縄行こう言うて、沖縄、 G-Shin の実家泊まって、ほんでまたあの長がなんかで、長とかであるんですよ。ヤトさん今日結構テンションが高いです。楽しい。ヤトさん今日テンション高い。うん。うん。でも競馬で今日あかんかったんですよね。そうそう。今日競馬行ってたんやけど。一応あれなんですよ。元なって感じなんですか、うん。うん。あかんかった。え、元は取ったんですか。元になった。ああ、よかった。損はしてないって。損はしてない。うん、だかただ協定で負けてるんですよ。ああ、住の井協定両方こうてるから。で、あれですよ、なんばかチャリで岸の里まで来てくれはったんですけど、めっちゃ早かったっすよね。でもチャリで、だから今日やっとた、 あれですよ、電話したのはもう、はい、近くから電話しただけ。ああ、近くから電話したんですね。ああ、あれで30分かかりますもんね、自転車やった。自転車やったら1時間かかるでしょ、ナンバーから岸の里来よう思ったら。あ、30分、30分、あ、30分かかりますもんね。うん、はい、うん、はい、うん、あ、前です。あら、あ、2階、2階ですよ、降ります、うん、2階ですよ、やってます、うん、はい、うん、はい、久しぶりです、うん、はい、ね、あの、またちょっと、ま、あの、これから、あの、いよいよ期間入ります、今から。あ、そうですね。どうも、本年もよろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと顔落としてもいいですか。全然もう、問題児です。あ、ありがとうございます。はいはいはい。うん。また、あ、はい、了解です。はい。あ、はい、すみません。また連絡しますね。うん。あ、はい、すみません。みさちゃん。あ、また、よろしくね。動画買って投げるよ。はい、お願いします。はい。